はい、坂井ギタースクールです。100グレードクラシカルギタースタディーズ、スタディ11、ジュリアーニのオーパス139の1。はい、これね、なかなか楽しい曲だと思います。これもね、ちょっとメロディーをね、しっかり捉えましょう。まあ、どの曲もそうなんですけどね。アーフタクトから始まります。ワン、ツー、スリー。フォー、ワン、ツー、トン、トン、パン、パラダン、まあ、これで一つのフレーズ、小さなフレーズという感じですかね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、トー、トー、トー、トン、パラダン。はい、ここの、チャ、タラ、タラ、タラドン。ここちょっと忙しいポイントね。で、次の4拍目から頭1小節目に向けて、メロディーをつなげていく。この曲特にね、そんな感じですけどね。4拍目から1拍目。このメロディーをね、しっかり。ちょっとここ難しいですね。指練習しておけば大丈夫でしょう。レしっかりね、切れないように。はい。で、後半、中間って感じかな。スリー、フォルテで、タラン、タラン、タラン、ピアノで、ドドン、またフォルテ、タラン、この辺はね、これに対して、タラン、答えてる。チャラン、ポロン、タラン、パラン、タラン、パーラン、パーラン。こんなイメージがあると、こう途切れないようにね。じゃん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 じゃなくて、パーラン、こう2つはしっかりつなげておきたい。はい、4拍目から1拍目。
2括弧もね、後半ドドミファファシャブソドで、次もドミファファシャブなんだけど、ドミファシャファファシャブソ、これがオクターブ下で同じ感じ、ドドドドド、しっかりとドドドドド、ここまでスッとね、ドド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 、変にこうこの下のね四分音符がなんか休符入んないように、ドド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 、そしたら今度は上のメロディーがドドレミソファレコ、二分音符二分音符八分符、という具合でね、まあ多分この曲難しいの中盤のポロンポロンポロトロン、この辺がやっぱり難しいんじゃないかな、うん、と思います。あとはまあ元気に終わりましょうって感じですかね。はい、まあ、強弱をつけるのがね結構難しい、まあこれよりもチャドンって大きくなる必要はないんで、アクセントを落ち着いてアクセントを落ち着いて、つなげてって感じかな、うん、ちょっとそういうつながりが作れるといいなと思います、うん、あとはねやっぱり上の音が上がってって下の音が下がってってとか、まあその逆があったりとか、うん、その音型がね広がったり狭まったり狭まったり、うん、そういうところで結構左指っていうのは、まあ、混乱しやすい、焦りやすい、うん、なんかね、なんかこうだんだん下はこう上がってきてる、上は下がってきてるみたいなのとか、ちょっとこう狭まるんだけど、なんか途中から一緒に登るとか、うん、なんかねそういうのがこうほにゃ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 入ってくると、やっぱりね途端に焦ったりとか混乱したりっていうのがあるんで、そこはまあ十分ゆっくりとね練習していきたいところかなとは思いますね、うん、はい、というわけでまあこんな感じの11番、結構ねいい曲おすすめします。